5月5連勝5割これからですよと話す長嶋監督。そのリスタートはヤクルトとの3連戦。第1戦はツーランホームラン2本でジャイアンツが4対0とリードしています。3回の裏ジャイアンツの攻撃です。ここまで2回の裏に木田のツーランホームラン、そして3回の裏には落合のツーランホームランが出ました。まず木田のホームランです。貯金をしたいという気持ちは、いい当たりだ、レフトを越えていった、レフトの上を越えていった、入った、入った、ホームラン、ホームラン、ホームラン、手が回っています、ホームラン。木田のツーランホームランでジャイアンツが先に2点を取りました。そして3回の裏、ヒットの松井を1塁に置いて、この落合がホームラン、やはりレフトスタンドで運んでいきました。試合の2試合連続第7号のホームランでジャイアンツが4対0とリードを広げています。試合は3回の裏、なおもジャイアンツの攻撃中です。ジャイアンツとスワローズの6回戦の模様は池谷浩二郎さんの解説でお伝えいたします。ジャイアンツは5連勝中、ヤクルトスワローズは4連敗を昨日ミューレンの逆転サヨナラスリーランホームランでかろうじて止めました。ただ池谷さん、はい、ジャイアンツの流れを先発のヤクルト先発の吉井が懸命に食い止めているという感じはします。そうなんですね、やはりヤクルト打線が点が取れないということが、ランナーがスタートしている、タッチはこれは古田からいいボールが行きました。ジャイアンツこの回落合のホームランで2点を加えて4対0としています。